どうもこんにちは、もちよです。今日はドラッグストア薬局で購入したもの、ビート買いしているもの、本当の本当の一人暮らしの私の日用品を紹介していこうと思います。どうぞよろしくお願いします。さて、今日行ったウェルシアっていうところに行ってまいったんですけど、よく行く薬局でして、毎週ね、月曜日がねポイント2倍で T ポイントカードなので、ポイントをね貯めるために行ってると言っても過言ではない。で、月に1回くらい日用品をねたくさん買う時が、ドラッグここでね買う時があるので、今日はたまたまその日だったよっ。本当に日用品だからこんな感じで大量に買ってきたんですけど、今日クマやばいな。まず最初、ラップのストックが切れてしまったのでラップを買いました。これね、あんまりシャキってうまく切れないんですけど、よく使うのでね、機能性より値段でしょうっていうことで安いやつ、これとってもいいです。いい感じ。柔軟剤を買ってきました。前はこれのフレアのピンク色のやつを使ってたんですけど、ある時ピンク色が買いに行ったらなくて、薬局とか行くとね、香りをねって嗅げるやつあるじゃないですか。それで嗅いだらすごい、いい匂いがするね、すごくいい香りだったので、それからこれを使ってて、もうずっと使ってます。いい匂い、フラワーハーモニーの香りです。お部屋もねフラワーになっちゃうから、いいよ、いい感じ。次、これワイドハイター。これはね、私部屋干しばかりするので、外に干したりするのがちょっと怖くてできないのでね、これを入れるとね、部屋干しの香りがしないので、これ詰め替え両方とも、いい感じ。アイボンね、もうねずっと切れちゃってて4日くらい。でも月曜日のポイント2倍の時に買いたかったので、ずっと我慢してたから、もう4日分のね目に汚れがあるんです。これで綺麗に今日からできるから。またアイボンのやつが目がねスーってして爽快なので、目の中にね風が、それダメだ、とりあえずキリしますので、こちらを買ってきたわけでございます。次、これはね、最近お風呂が流れがね悪くてね、湯船にお湯をホットウォーター入れた時に、全然ね線をポンって抜いた時にね、ドロ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 って流れていかないので、これをね2週間とか1週間に1回やってるんだけどね、なかなかならうまくねいかないのでね、今回もこれをまた買って、これ使ってね2、3日はとってもいいのでね、流れが、なのでこれをまた買ってまいりました。で、これ次、トイレのねこういうブラシのところにね、これをパチンって挟むとね、トイレがまあ簡単に綺麗にできるっていう優れものなんですよ。これね、またねそのままねポイってね、お風呂の中にね、お風呂じゃないよ、トイレだよ、トイレの中にね流してね、環境にも優しいし私にも優しい、とっても優しいものです。
除菌のシートです。詰め替え、何でも使えちゃう便利アイテム、今日もよろしく。なんか出てよ、これ。こんにちは。いつも使ってるクレンジングがなかったので、このクレンジングね、お母さんが使ってるクレンジングでオレンジ色のやつで、オレンジのね香りがねするんですけど、これをね買ってきました。ここロングヒット第1位って書いてあるこの第1位に思いを乗せて今日クレンジングしていきたいと思います。あとこれ洗顔ね、何にしようかなと思って、いつもダブを使ってるので今日もダブにしようかなって思ったんですけど、最近ね、なんか知らなくもないけど肌荒れが凄まじくて、顔中とかね、おでことかがね、特に荒れのなんですよ。なのでね、ここにニキビ肌荒れ予防って書いてあるので、まあ予防なのでね、もうなってしまったものをね、あれかもしれないけど、まあ予防していこうっていうことで、ちょっとこの宣伝文句にやられてね、買ってみました。これでね、せめて平地くらいのね、新しいニキビとかができないようになってね、あれのじゃなくなることを願って、今日からこれを使っていこうと思います。最後これ、おしゃこん。私おしゃこん大好きなんですよ。なんかカロリーも全然ないし、ちょっとした時にねつまめるしね、つまむって言っても全部食べてつまむっていう感じなので、これが1回でブレッて入れてね、食べるんだけど、これ美味しいな。これ大好き。本当に日用品なんですけど、ポイントをね貯めつつ、こんな感じです。こんな感じでした。以上、もちおでした。バイバイ。